多店舗化、フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社上信パートナーズの提供でお送りいたします。こんにちは、パーソナリティの田村陽太です。配信第128回目となりました。本番組のメインパーソナリティをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高木さん、はい、3月も入って暖かくなってきましたね、はい、いや急にね来ましたね。はい、3月といったら桜のシーズン、はい、花見とか行かれるんですか？いや3月といったらね、桜どころか花粉のシーズンなんで、はい、もう僕花粉症ですから。あ、そうなんですね。できるだけ外には行かないっていう。そうなんですか。なんか花粉見える人いるらしいですね、花粉症の方って。花粉見えるんですか？あ、なんか今日いっぱい飛んでるなみたいな。いやいやいや、それはあれでしょ、はい、アレルギーが反応してるからってことでしょ。あ、そういうことですかね。高木さんそこまでじゃないですか？いやいや、感じますよ。あ、そうですか。でもね、年を取るごとにだんだん鈍くなってきて、はい、今はもうピーク過ぎちゃいましたね。そんなもんなんですね、花粉症も。そうそうそう。なるほど。じゃあ結構ね、そうやって年を増すことによって花粉症も緩くなってくるということで、とてもいいお話ですね。いやいやいや、悲しいですね。少し悲しいお話でもありますね。悲しいですか。じゃあね、高木さん、今日も質問が来ておりますので、はい、ぜひ回答いただきたいと思います。FC 加盟社から M&A で他社へ事業売却したいと依頼がありました。はい、FC 本部としてどう対処すればいいでしょうかという質問なんですけども、これ FC 加盟してて他の加盟社に売却したいみたいな相談ってやっぱあるんですかね。まあそれはありますよね。おお。やっぱりこうやってたけど、ね、その加盟企業のその方針転換によってもうこの事業から撤退をしたいと。だけど利益が出てたらね、それをなんか閉じるのってなんかもったいないじゃないですか。ああ、そうですよね。だから誰かが引き継いでくれたらね、それはそっちの方がいいじゃないですか。ああ、だけどとはいえね、利益が出てる価値があるものをタダで渡すわけにいかないですからね。そうですよね。だから当然それはやりたいっていう人がいたら売却したいっていう話にまあ普通なるじゃないですか。ああ、そうですね。だからよくありますよ。ああ、過去にはね、あのこういう事案があった時に、はい、結構フランチャイズ本部がネガティブな姿勢のところもあって、お、認めないとか、はいはい、いうお話もあったんですよ。ああ、そうなんですね。うん、だけどなんかこれだけその M&A がよくね、中小企業の M&A なんかも聞くようになったじゃないですか。いや、そうですね。で、一般的になってきてる中で、はい、そのフランチャイズだからあの M&A できませんみたいな話になっちゃうと、はいはい、それってこうやる側からしたら出口がないわけですからね、閉める以外に。ああ、そうですね。参入しにくくなっちゃいますよね。ああ、確かに。うん、だから今の時代背景を考えれば、加盟者がね、あの他社へ事業を売却するっていうのは、まあある種当然に起こりうることだと考えて、はいはい。まあだからそこのルール作りみたいなことをちゃんとこうしておくっていうのが大切なんじゃないですかね。ああ、そうですね。まあその普通に FC 本部の人は加盟者をこう募るじゃないですか。はい。そういう M&A での募り方みたいな。まあ加盟者がまた増えてきますもんね、そういう募集の仕方で。それはすごいいいのかなとは思いますね。はい、まあ基本的にこう M&A が問題になるのは何でかって言ったら、はい、あの本部の側からしたら、あの自由に M&A されちゃうと、例えばよくわかんない人が買い取って、はい、なんか本部に文句めちゃくちゃ言ってくるとか、なんか本部の方針めちゃくちゃ無視する人が入ってくるみたいなことが起こる可能性があるじゃないですか。はい、いや、ありそうですね、それ。好き勝手にされちゃうと。はいはい。だからそれは避けなきゃいけないですよね。ああ、じゃあそれはなんか FC 本部としては、その買い取る方に対して、デューディリジェンスみたいな、はい、まあちょっとチェックみたいなことはした方がいい感じなんですかね。まあだから当然、その財務状況とか見なきゃいけないし、はい。まあ普通の加盟者を選定するのと一緒で、はいはい、結局その本部の理念とかビジョンをちゃんと共有できる人物とかね、会社なのかどうかっていうのは当然見極めなきゃいけないですよね。ああ、確かに。で、そこの基準をクリアした人に対しては、はいはい、あの認めるみたいな風にしておけば、おうおう、全然いいですよね。おう、だからまあ普通に考えたら、例えば今加盟してる人がね、こう事業譲渡したいって言ってくるとするじゃないですか。
まあそうなったら、まずはその既存のね、他の加盟者の中で引き継ぎたい人がいるかどうかをまあ当たるべきですよね。ああ、まあそうですね。で、その中で、やりたいっていう人がいれば、まあ一回ね、加盟を認めてる人なわけだから、その人が理念とかビジョンをちゃんとね、共有できているってことを前提とすれば、別にそこに引き継ぐ分には全く問題ないですよね。ああ、そうですね。で、仮に、じゃあその既存の加盟者の中で、その引き継ぎたいっていう人がいないんだとしたら、はいはい。新規で加盟してくる人たちに対して、そういう提案をしていくっていうのもありますよね。ちょっと具体的に教えてもらっていいですか？ああ、だから、はい、今売りたいっていう人がいるわけですよ、はい、で新しくフランチャイズなんで入ってくるわけじゃないですか、加盟者が。ああ、はいはい。フランチャイズって言ったら普通自分のお金、加盟者の自分のお金で新規店舗作ってもらうわけじゃないですか。ああ、そうですね。だけど新規店舗作ると当然リスクもあるし、はい、ストックビジネスの場合事業立ち上げまでに時間かかったりするじゃないですか。ああ、はい。でそれがね、利益が出てるんであれば、既存店舗を引き継げるんだったら、もしくは利益が出てなくてもね、いい条件で引き継げるんだったら、新たな加盟者からしても既存店をね、引き継ぐっていう選択肢で出てくるじゃないですか。ああ、そうですね。で、その人がね、要は本部の理念とかビジョンを共有できている人であれば、加盟者として適切な人であれば、はい、まあそこに対して事業譲渡するっていうのもいいですよね。まあ本部が提案していくってことですね。ここを今、売りたいって言ってるんですけど、どうですかみたいな話ですね。ああ、じゃあその、売りたいっていう加盟者側の、こう、主導権握らせんじゃなくて、本部もちょっとそこ介入して、こういう加盟者さんに受け継ぐのはどうですかみたいなのを提案していくっていうのがやっぱ大事ですね。あ、そうそうだ。とにかく、その、誰に売るかっていうところを相手に自由に決めさせるってこと、はい、これは NG ですよね。ああ、なるほど。だ仮に、本部のね、周りで既存加盟者とか新規の加盟者で、そこを引き継いでくれる人がいなかったとしても、はいはい。そうすると、事業譲渡する加盟者が探してきた譲渡先になるじゃないですか。ああ、そうですね。当然そこはちゃんとその本部が評価をした上で、譲渡を認めるか認めないかっていうような判断をしなきゃいけないし、逆に言うとそういう決まりを契約書の中に盛り込んでおかないといけないですよね。なるほど。そうしておかないと、結局ね、売りたい時に好きな人に売れちゃったら、変な人が入ってくる可能性が高まりますわね。あ、その一番最初の加盟のフランチャイズ契約、基本契約の時に、もうそういうところを第三者に、まあ、売るみたいなことはしちゃダメよみたいなのを盛り込んでいくみたいな。ああ、そうそう。だから本部の許可なく、第三者に対して事業譲渡をすることはできないっていうことは、ちゃんと入れとかないと。はい、ああ。まあ、それはフランチャイズ契約の基本の木みたいなものですけどね。ああ、やっぱそういうの入ってるんですね、フランチャイズの契約書には。まあ、基本的に入ってます。だから本部の許可が得られないと。ああ。だって、ね、そうじゃないと、何が起きるか分かんないじゃないですか。ああ、そうですね、うん。今までだってね、このポッドキャストでも散々こう加盟者、誰を加盟させるかが大切だって言ってるのに、はいはい、加盟させた後、ね、他の加盟者への売却が自由にできちゃうんだとしたら、それって結局本部が評価してない人が入ってきちゃうじゃないですか。ああ、そうですね。そう、だからそこは避けなきゃいけないですよね。ああ、なるほど。ありがとうございます。よく M&A とかで問題になるのが、その売却するじゃないですか、はい、事業を、はい、で従業員さんとかも雇用したじゃないですか、はい、それを売ることによって従業員さんも移籍したりするじゃないですか、はい、加盟者の中ではその給与の水準って皆さん違うじゃないですか、払ってる給料とかって、はい、その辺ってその FC 本部が、あ、こういう加盟者さんいますよっていうのをこう売りたい加盟者に提案するときにどんな感じでうまくこう引き継ぐようにこう支援していったらいいのかとかあるんですかね。いやいや、結局その給料をいくらにするかって話は、はい、その本部って結構関係ないじゃないですか。はい、それはあくまでその事業者が決めることですよね。あ、そう、だからそこまでその本部が調整するような義務ってのはないですよね。あくまで売りたいって言ってる会社の雇用条件とかこうなっていて、その店舗を要は事業を引き継ぐかどうかっていうのを、それを判断するのはその買い手側の加盟者ですよね。はあはあ、だそこはあんまり本部は介入しない方がいいと思いますよね。ああ、そっかそっか。もう基本、もともとそのフランチャイズ契約ではダメって決まってるけど、どうしてもっていうなら、まあ FC 本部としては、まあ協力しますよっていうぐらいのスタンスというか、まあそういうの大事なんですね、うん。まあ直営にするんだったらね、当然その直営の労働条件とかに合わせていくんでしょうけど、はい。加盟者間のあくまでやり取りを仲介してるような話じゃないですか。ああ、そうですね。そう。だからそこをね、そんな細かいことまで本部が入る必要性ってのはないと思いますよね。ああ、ありがとうございます。あともう一個質問なんですけど、例えばこう M&A ってまあ第三者に売却するじゃないですか。
はい、よくあるパターンとしては、その加盟者自体が高齢化してきたみたいなのあるじゃないですか。うんうんうん。なんか一人加盟みたいな感じでやってたけども、ちょっと無理だから他社に売却するみたいなことがあると思うんですよね。はい。今までの加盟者の年齢層から、その他の会社に売却した時に、なんか年齢が、まあある程度違いすぎると、本部に対しての事業をこうどうやって、こう、従わせるみたいな。従わせるって言ったら、まああれですけど、理念に共感してもらうかって、はい、メッセージの伝え方が難しかったりするじゃないですか。その辺でなんかこう M&A してもすることによって会社の理念、本部の理念っていうのをちゃんとこう伝えていけるようなまあ工夫の仕方というか、それでどんなことをこう本部としては頑張っていたらいいことがあるんですかね。まあそこの後継者の問題って、はい、あの結構そのフランチャイズを昔からやってるところの、まあ、問題になってるもんではあるんですよね。で、例えば、あの、先行してる会社の例とかで言うと、モスバーガーとかが結構既存加盟店のオーナーの高齢化問題とかっていうのを抱えてるんですよ。で、そことかっていうのは、あの、後継者塾みたいなのやってて、ほう。だからその高齢化の問題で、その事業を引き継ぐときに、その社内に、はい、加盟店の社内に当然後継者候補っていうのがいるケースがあるわけじゃないですか。ああ、はいはい。だからそこに対して、そのモスバーガーの理念とかっていうのを教育するような研修の場っていうのを用意していて、へえ。だからそれによって、その加盟店のその事業承継、が円滑に進むように、はい、サポートしている、うんうん、で加盟店の事業承継が円滑に進んでくれればそれは当然本部の経営安定化にもつながるわけじゃないですか。ああそうですね。だから仮にそれが社外からじゃあその後継者を持ってくるだったとするとそれはその社外から連れてきた後継者に対して、その本部がその理念を共有するための研修とか教育プログラムっていうのを組んではは、まあそこをサポートするっていうことは考えられますよね。お、後継者塾って面白いですね。こうやっぱりそのせっかくやってきたその本部と加盟者もどっちも頑張ってきたノウハウっていうのをそこだけにするんじゃなくて第三者の方にもそれを教育していく、はい、うまくこうテイクオフ、その新しい加盟者がテイクオフしていくような感じにするっていうのはすごいいいですね、うん。まあなかなかね難しいと思うんですけど、その結局フランチャイズ加盟者にはね、そのフランチャイズまず加盟企業の業務のとかね、こう経営の承継があるじゃないですか。はいはい。でかつそのフランチャイズ本部の理念とかビジョンの共有とかね、承継があるわけじゃないですか。はい。だから普通の企業と比べると、まあそこはややこしさはありますよね。ほうほう。でも本部としてそこをね全部加盟者任せにすると、まあまあうまくいかなかった時に大変じゃないですか。ああそうですね。だからね、少しでもじゃあそのフランチャイズの理念とかその考え方とかの共有の場っていうのはフランチャイズ本部が用意してあげたら、まあそれでね少しでも加盟企業のね事業承継が円滑に進めば、まあそれがイコール本部の繁栄にもつながっていくでしょうからね。ああ確かに、なんかこう FC 本部がその加盟者さんに寄り添ってその本部全体として、グループ全体として頑張ってるなっていう思いっていうのは伝わりますもんね。すごいいいのかなと思いますね、うん。事業承継の問題って多分あのまだまだこうちょっと前から出てきた問題で、はい、こうフランチャイズ展開を始めてからそれこそ20年とか30年とか経つ企業が今生じてるわけじゃないですか。あ確かに。そうだ、これは多分これからねどん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 こうフランチャイズが増えていく中で、多分その事業承継の問題っていうのは今後対応がねもっともっと深掘りされていくような分野なのかなと思いますけどね。ああそうですね。ちょっと今日は私が質問しましたけど、またその FC 本部の会社さんで事業承継に困ってんだよなっていう会社さんがあれば、まだねぜひ質問してほしいですね。まあなかなかね難しいですけど、はい、一緒に考えていきたいですよね。ぜひ考えていきましょう。ありがとうございます。本日は FC 本部と M&A のうまい付き合い方についてお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。